こんにちは、ケンチくんです。今日はですね、本当は怖いドライアイという本について、勉強になったことをですね、共有していきたいなと思っております。この本が平松るいさんの書かれた本当は怖いドライアイという本になっておりまして、まあ文字通りですね、ドライアイについて書いた本になっております。ドライアイを、生活の面で、こういったような対策ができますよとか、食事の面でこういった、対策ができますよとか、病院に行けない方、市販薬でだとこういうものが使えますよとか、最新の治療はこういったものがありますよとか、ドライアイについて非常に全般的によくまとまっている本だなと思いましたんで、今日はこの本の、内容をですね。非常に他にも、お伝えしたいことはあったんですけれども、3つにまとめてお話をしていきたいなと思っております。まず1つ目ですけれども、ホットアイマスクで目を温める。そうすると、ドライアイも楽になりますよ、ということが、記載されていました。蒸気でホットアイマスクとか、愛用されている方も多いかと思うんですけれども、これがどういった、仕組みによってドライアイが改善するのかということなんですけれども、目を温めることによって血流が良くなる。そうすると涙の質が良くなって、ドライアイの改善につながりますよということが、書かれていました。で、続きまして二つ目、腸活で涙の質を改善しようということですけれども、この腸と目って何か関係あるの?と思われるかもしれないんですけれども、体っていうのはやっぱり全部つながっていて、腸の活動っていうのも涙に大いに、影響しているというふうなことが、書かれていました。だから、腸内細菌を、良質な細菌をですね、活発にするような、食事をしていくっていうことが大切ですよと。この本にはDHA とかそういったものが取ることが、大切ですよということが書いてあったんですけれども、私が実践している腸活としましては、シンビオフェルムみたいな整腸剤を飲んだりとか、あと発酵食品、キムチとか納豆とか、そういったような発酵食品を食べたり、そういったことを、実践しています。あと、この本にも書かれていたんですけれども、オメガ3脂肪酸、こういったことをですね、例えば魚を食べたりとか、あと、アマニ油とか、エゴマ油とか、そういったものを摂取するとか、そういったこともですね、この腸内腸活のためにもいいですし、ドライアイの改善のためにも役立ちますよということが記載されていました。最後に3点目ですけれども、目薬の差し方についてですね、これ結構ご存知じゃない方が、いらっしゃるんで、ちょっと挙げさせてもらったんですけれども、結構目薬を差してから目をパチパチしたりとかしてる方がいらっしゃるかと思うんですけれども、そんな風にパチパチをすると、目薬がもう落ちてしまうと、ちゃんと目に行き渡らないから、目薬を差したらしばらくは目を閉じていいよ、それが正しい、目薬の差し方ですよというような、内容が書かれていました。こちらの本ですね、ドライアイ、自分もですね、本当にドライアイ、眼精疲労に困っている人間なんですけれども、そういった方にですね、ぜひ一読の価値がある本なのではないかなと思いましたんで、気になる方はチェックされてみてはいかがでしょうか。今日のお話は以上です。それではまたね。